新潟県を走る越後ときめき鉄道に完全乗車しましたので、その魅力をご紹介。出発は妙高高原駅。まずは妙高羽生ライン直江津行きに乗車。雪道を颯爽と走りながら、標高2454メートルの妙高山を眺めることができます。そして日本木駅を出発しますと、スイッチバックで山道を下っていきます。まもなく到着しますのは新幹線停車駅の上越妙高駅。終点の直江津駅に到着し、日本海翡翠ラインに乗り換えます。日本海翡翠ラインはトンネルが多い路線ですが、トンネルを抜けますと雄大な日本海を眺めることができます。11キロを超えるトンネル、くびきトンネルに入りまして、筒石駅に到着。トンネルの中にある通称もぐら駅です。そして間もなく到着しますのは大見駅ではなく大見駅。中央線ユーザーなら思わず二度見してしまう駅です。そして越後ときめき鉄道最果ての駅、市振駅は新潟県で最も西にある駅ですが、なんと無人駅。暗い、寒い、誰もいない。